東北大学は宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号に本部を置く日本の国立大学である。1907年に設置された。大学の略称は特になく東北大と呼ばれるが地元ではトンペイの愛称で親しまれている。国内で3番目の帝国大学として1907年に創設され、仙台においては1911年に開学した。 東北帝国大学理科大学を源流とする大学である。東北大学の創立年次は時代によって見解が異なっており、創立25周年記念式典の際は、東北帝国大学理科大学の開設年である1911年を創立年次と位置づけていたが、現在は東北帝国大学の設立の直例が官報に掲載された1907年6月22日を、 創立記念日と位置づけている。東北帝国大学創立期の大学の文章記号は東京帝国大学のそれが東大であったため北大とされた。後に東北帝国大学から分立した北海道帝国大学は海外とされた。ただし現在では北大は北海道大学の略称として用いられることが多く東北大学の略称は 東北大が用いられる。2017年6月、指定国立大学法人に指定される。東北大学では、研究第一主義、文庫開放、実学尊重の3つを大学理念としている。QS 世界大学ランキング2020では、第82位、アジア第23位、日本国内第5位である。また、A タイムズ氏系の教育専門誌、タイムズ、 ハイアーエデュケーションによるザ世界大学ランキング2021では第201から250位アジア第26位日本国内第3位である東北帝国大学1913年撮影1900年1月29日第14回帝国議会において九州東北帝国大学設置権議案が採択され議会として東北地方に 帝国大学を設置する正式な要望が政府に表明された。しかし、政府の資金難により設置が進まず、1902年にも東北帝国大学設立権議案が再度採択された。1906年、札幌農学校を帝国大学の家大学に昇格させ、新設予定の理工科大学と大学予科と合わせて、 北海道帝国大学とする案が浮上するも、東北選出の大義士が反発。その結果、新設予定の理科大学を仙台に置く、接中案を政府に要求することとなった。1907年9月1日には、直令236号が施行されたが、この時点では、札幌農学校を東北帝国大学の丘大学へと、改組するのみに止まった。 札幌の学校は開学当初より学士号の授与が認められており、帝国大学と並ぶ高等教育機関であった。このため、前身を持たない理科大学の建設が完了するまで、札幌の農科大学のみで運営することを前提とした東北帝国大学農科大学完成が施行され、東北帝国大学総長の職務は農科大学学長が代行することになった。 理科大学の建設資金には、日露戦争の後継期で財を成した小賀財閥や宮城県による寄付金等が用いられ、校舎の建設や実験機器、専門書の輸入などの準備がなされた。理科大学の教授候補として内定した者たちは、理科大学完成までの間、ヨーロッパ各地に留学し、留学中にフランスの首都パリに集まって、教授会も開催した。 準備も整った1911年1月に理科大学が設置された。開学式は1913年9月22日に挙行された。このほか、1912年に仙台医学専門学校を包摂して医学専門部を設置。また、仙台高等工業学校を包摂して工学専門部を設置した。仙台医学専門学校は、 1872年設立の宮城県立医学省を母体とするものであり、東北大学医学部並びに、牛虎領同総会では、1872年を医学部開設年と定めている。かつては、養賢道から仙台藩医学校が分離された1817年を医学部創立の起点とする主張もあったが、今日では、 医学警部局に関しては1872年を創立の起点として位置づけるのが一般的である。1915年、医学専門部は生徒募集を停止し、東北帝国大学医科大学が設置された。新入生は、医科大学以前からの在校生は、医学専門部のままという状態であったが、施設は、双方とも、仙台医学専門学校以来の施設を流用した。 ただし、医科大学には新たに先行帝国大学の東京帝国大学卒、京都帝国大学卒の人材を教授として、招聘した。1918年に医学専門部の最後の学年が卒業すると、医学専門部は廃止された。そのため、医学専門部の一部の教授らは江戸を余儀なくされ、他都市の医学専門学校へと移っていった。大学霊甲府に伴う、 各帝国大学の文化大学生から学部生への改祖に先立って仙台市と札幌区に分かれている東北帝国大学の文化大学及び専門部を各都市ごとに分立させることになり、1918年北海道帝国大学新設と同時に農科大学を移管した。1919年学部生に改祖すると同時に東北帝国大学工学部が設置された。 工学専門部では、医学専門部と同様に廃止されるとの器具から、存続運動が起こった。結果的に、工学専門部は、仙台高等工業学校以来の建物等を、東北帝国大学工学部に譲り、別の土地に建物を新設して、元の仙台高等工業学校との名称で、分離独立した。1922年、法文学部が設置された。 同学部は帝国大学の文系学部としては、東京、京都に次いで3番目の設置であり、現在の文系4学部の石を成す学部である。ちなみに、第二次世界大戦前の帝国大学では、北海道、大阪、名古屋以外の6大学に文系学部が設置されていた。ただし、戦前に法学部、文学部、経済学部の分立設置が認められたのは、東京、 京都のみで他の大学は法文学部や文政学部などの学際学部であった。1947年に東北帝国大学は東北大学に改称。1949年に実施された学生改革に伴い仙台市所在の管理学校を統合。旧西宮義県女子専門学校を包括した上で新生大学へと改組された。 これら高等教育機関は、旧制、第二高等学校が教養部へ、仙台工業専門学校が工学部と交流、量子班学校は教育学部へ、宮城県女子専門学校は農学部化生学科へとなった。家政学科は生活科学科と解消後、1960年に廃止された。1965年、国立学校設置法改正を機に、 市販学校の流れを組む教育学部の教員養成系統が分立し、宮城教育大学が設置された。1967年には、東北大学教育学部附属中学校、小学校及び幼稚園を宮城教育大学に移管した。1994年からは、大学院重点化を開始した。また、2004年の国立大学法人化を機に、 法科大学院、公共政策大学院、会計大学院の3つの専門職大学院を設置した。現在は、青、葉山新キャンパスの具体化や、その他の改革を行っている。東北帝国大学を訪問した、アルベルト・アインシュタイン。左から、本田幸太郎、アインシュタイン、愛知・ケ一、草壁郎・シロ太フ青、葉山キャンパスを中心に、 合計28棟が使用不能となり、損失額は440億円に及ぶ見込みとなっている。2012年4月1日に総合的な災害研究を目的とした淵、研究所である災害科学国際研究所を設置。自然科学系だけでなく、人文科学系、社会科学系の研究者も在籍している。ロゴマークスクールカラークリエイティビティグローバル。 トラディションをキーコンセプトに昔から宮城野野仙台を象徴する植物とされてきた本学の種樹のマークに用いられた萩をモチーフにし品格を持って世界に大きく広がっていく動きを表現している。また萩はロゴマーク以外にも学友会の名前などに使われている。公式カラーは紫色と黒色であり紫は知性と想像力を 黒は勤勉と実践力を表している。特に紫色は本学のスクールカラーでもある。学生科、交友科東北大学には正式な校科、学科が存在せず、代わりに学生科と交友科が制定されている。地学専攻無医学部と私学部教養の教育研究施設。特色ある大学教育支援プログラム、魅力ある大学院教育イニシアティブ。 東北大学インターネットスクール東北大学インターネットスクールは主に東北大学大学院に所属する社会人大学院生のためにインターネットで講義をストリーミング提供している e-learning システムである。EST では実際の講義で使用されたスライドや配布資料をインターネットで閲覧しながらセミナーナウと呼ばれる講義のムービーを見ることができる。また、 レポートの提出、復習、採点、受講管理、単位取得など実際と同じように学習できるよう工夫されている。時間や場所にとらわれずに講義の臨場感を体験しながら繰り返し受講できることが最大のメリットである。他にもインターネットならではの機能が充実し、IT 教育や知識のネットワーク化など大学教育の情報化を進めている。 世界中どこにいても講義が受けられるため、すでに医者として働いていて博士号を取りたいものが中心的な利用者となっているが、社会人を受け入れている多くの学部で講義のコンテンツ化が進んでいる。さらに、大学内の講義の補助としても一部利用されている。また、特別講義などについては一般にも主張が開放されている。21世紀 COE プログラム21世紀。 COE プログラムは13件採択されている。グローバル COE プログラムグローバル COE プログラムは12件採択されている。世界トップレベル国際研究拠点形成促進プログラム世界トップレベル国際研究拠点形成促進プログラムは1件採択されている。国際化拠点整備事業文部科学省の国際化拠点整備事業に採択されている。 3M 仙台歯科学館3階に常設展示されている東北大学ウィンドノーッズの鳥人間コンテスト選手権大会2011年 &2012 年の優勝期待既存の同窓会を基礎とし在校生や在籍経験のある教職員在校生の保護者や大学に関係の深い人物の親睦を目的としたこういう組織創立100周年となる2007年に 東北大学交友会として発足し、2009年に、萩友会へ、名称が変更された。医学部医学科、経済学部、工学部のみ特別な解明が付けられている。また、金属材料研究所、流体科学研究所、多元物質科学研究所、加齢医学研究所同窓会など、各研究所にも、同窓会が存在し、萩友会に参加している。 萩友会の会員は仙台市に本拠地を置く東北楽天ゴールデンイーグルスの観戦チケットが優待価格で購入できる。本部棟、東北大学は仙台市内に複数所在するキャンパスに分散されており、所属学部や所属研究室によってキャンパスの移動が大きく異なるという特徴を持つ。川内屋を葉山片平湯、清涼ロケーション、 片平キャンパスは研究所や大学本部を中心としたキャンパスである。仙台市中心部という立地から市民との交流の場として位置づけられており、様々な公開行事に用いられるほか、春には花見客で賑わう。2007年には100周年記念行事の会場としても用いられた。また、東北大学で最も古いキャンパスであるため、歴史的価値のある建築物が現存している。 その一つ、仙台医学専門学校に留学した路人が学んだ階段教室は中国人にも知られており、1998年11月29日に江沢民、中華人民共和国主席も公式訪問した。なお、同教室周辺は現在、フェンスによって立ち入りが規制されており、見学には一週間前までの事前申請が必要である。さらに、 東北大学資料館が設置され、大学の歴史に関わる資料の保存、公開や、ゆかりの人々を紹介する展示などが行われている。なおこの建物は、1973年に、付属図書館が川内地区に移転するまで、本館として使用されていた建物である。同キャンパスの旧仙台医学専門学校博物、理科学教室、旧仙台医学専門学校六号教室、 旧第二高等学校書庫、旧東北帝国大学附属図書館閲覧室、旧東北帝国大学理学部科学教室旨は2017年に国の登録有形文化財に登録された。加えて、キャンパス内に放送大学宮城学習センターが所在する。放送大学学園と単位互換協定を結んでおり、多様な学習の機会が提供されている。 川内北キャンパス、川内北キャンパスでは全学教育が行われており、1.2年生が最も頻繁に通うキャンパスである。そのため、入学シーズンにはサークル勧誘が盛んに行われる。このほか、多くのサークルが部室を持ち、さらに大学祭の会場でもあるため、1年を通して最も活気に溢れている。川内南キャンパスには文系学部、 研究家の講義棟や研究室、付属図書館本館が設置されている。経済学部の南側には植物園が隣接している。1970年代に片平キャンパスから移転する形で造成された。川内萩ホールの南側に所在する芝生の一部は厳密には東北大学ではなく仙台市が所有する青葉山公園の飛び地である。理学部総合研究棟 自然史標本管理学研究科合同シームレクターを、葉山キャンパスは、理、薬学部が使用するキャンパスである。その名の通り青葉山山中に置かれているキャンパスで、広大な敷地と豊かな自然が特徴。反面、アクセスに難があり、多くの学生が、バイク、自家用車を利用している。そのため周辺での渋滞、事故が問題となっていた。 2015年12月6日に仙台市地下鉄東西線が開通し、最寄り駅として青葉山駅ができ、仙台駅から9分で結ばれる立地となった。東青葉山キャンパスは工学部が使用するキャンパスである。青葉山の3キャンパスの中で最も広大なキャンパスであり、仙台市内に所在する東北大学の各学部の専有面積としては最大規模である。青 早間新キャンパスは、主に理学工学関連の研究所の増設に用いられているほか、旧宇グキャンパスに所在した農学部の移転先としても使用されている。2018年現在では、新キャンパスは、青葉山駅周辺の一部のみとなっており、全面オープンは2020年以降となっている。清涼キャンパス、清涼キャンパスは、東北大学病院と医学部、 私学部が設置されているキャンパスである。三上邦電子光理学研究センター戦前までは陸軍幼年学校仙台校が置かれ、戦後一時期には教養部が置かれたことがある。現在は理学部付属施設の原子核理学研究施設を開祖した全国共同利用センターである電子光理学研究センターがある。平井サテライト、 東北大学会計大学院の留学生向けコースとして東京都江戸川区に設置されたサテライトキャンパスである。旧宮キャンパス、天宮キャンパス正門前、天宮キャンパスは2017年4月に青葉山へ移転するまで農学部のみが使用していたキャンパスであり、敷地内に複数の研究棟と農場などが存在していた。周辺は超高層マンションが林立する。 住宅地であり、同じく市内中心部に位置する、片平、清涼キャンパスとは異なる完成な雰囲気を持っている。また、宮城教育大学上杉キャンパスや仙台市立、上杉山中学校、宮城県立資格支援学校など各種学校が集中する、文教地域でもある。付近には、勝山企業が経営する、迎賓館、結婚式場や勝山公園がある。 跡地は一般競争入札によってイオンモール株式会社に売却され医療機関大規模分譲マンション商業施設として再開発される東北大学は仙台市青葉区内の5カ所にキャンパスが分散している 片平及び天宮キャンパスについては、青葉山キャンパスに隣接する宮城県有地への移転が1994年頃から計画されていたが、宮城県有地を使用している仙台カントリークラブとの土地明け渡し交渉が難航していたため、計画の進行が停止していた。2003年4月、宮城県と仙台カントリークラブとの間で和解が成立。今後、 移転計画が本格化することになるが、移転費用として見込んでいた農学部の跡地や片平キャンパス南部分などの評価額がバブル景気期から比べて相当下落してしまったこともあり、移転費用をどう捻出するか問題になっている。青、葉山新キャンパスの敷地内には二千十五年開業の仙台市地下鉄東西線青葉山駅が川内北キャンパスの北門地下には、 同線川内駅が建設されている。また、学会などで国際センターと川内記念行動とが有機的に連携して利用されることを想定し、同線国際センター駅と川内記念行動との間には接続歩道が建設された。長期計画として、片平キャンパスの青、葉山新キャンパスへの全面移転と、星稜キャンパス研究部門の川内北キャンパスへの 移転が構想されている。なお、清涼キャンパスでは、大学病院の病棟を新築中であり、青葉山に移転予定とすると、国からの財政支援が立たれる可能性があったことから、全面移転計画は作らなかった。現在の計画は、トライアングルビジョンと名付けられ、の3つに統合する計画になっている。東北大学の学生食堂は、 東北大学生活協同組合が独占経営していた。しかし2006年11月30日の工学部東食堂の廃止に伴い、同年12月7日に外部委託の木漏れ日カフェ及びデイリー山崎が工学部機会系前に新設され、独占状態は解消された。カフェテリアでは種類も追日中販売されているほか、 初夏の数日には各カフェテリアがビール祭りを開催する。特に川内キャンパスでは屋台をずらりと並べたビアガーデンが設置される。また、FIFA ワールドカップ開催中には第一食堂、工学部中央食堂にて、成協主催のパブリックビューイングが行われ、成協によってソフトドリンク、軽食が販売される。 以下、建物ごとに記載する。括弧内は別会計のコーナー、または同一建物内で別の部屋となっているものを歴品食と呼ばれていた川内第二食堂。仙台市地下鉄東西線の建設工事に伴い2008年に新築移転した。仙台市内にある東北大学グローバルオペレーションセンターが産学関連系の総合的な対外関係を 統括している。海外にある東北大学の出先機関としては以下のものがある。代表事務所海外拠点セワ部局別産学連携の会社、機関大学発技術の民間移転などを担う100%出資会社、東北大学ナレッジキャストを設立している。2020年度には競争戦略センターを開設し、海外との連携の仲介役として、 日本貿易振興機構を誘致した。民間企業等との協定研究協力や人材育成などの面での組織的な連携協定金融機関、投資ファンドとの協力東北大学発ベンチャー企業を支援するベンチャーキャピタルとして東北大学ベンチャーパートナーズを設立している。さらに研究成果をスピーディーに事業化するため、 学外の金融機関や投資ファンドと協定を結んでいる。東北大学発ベンチャー企業2030年度までにスタートアップ企業100社の設立を目指す中長期ビジョンを掲げている。その実現に向けて、文部科学省の次世代アントレプレナー育成事業の活用、出資、企業支援拠点、東北大学スタートアップガレージ整備などに取り組んでいるほか、 KDDI と連携協定を2020年に締結した。東北大学文学部は、東北大学創立100周年を機に、東北帝国大学法文学部長だった、思想家の安倍次郎を記念して、青春のエッセイ安倍次郎記念賞という文学賞を創設した。公募形式で高校生が対象。公募形式の文学賞を創設している。 国立大学は日本国内では東北大学以外にない。なお、主催には安倍次郎記念館という団体も入っている。これは東北大学文学部が開設している施設であり、実質的に東北大学がすべてを主催する文学賞である。研究者が最先端の話題についての講演と市民との議論をするシンポジウム、月1回仙台メディアテイクで開かれ、 その模様は宮城県内の4つのケーブルテレビで放送されている。他か北新法でも記事となり、ウェブ上で閲覧することもできる。なお、その文系版として2010年度以降、リベラルアーツサロンが開かれている。学外での公開講座として、高校生のための公開講座、宮城県民大学などがある。また、学内講座の開放もある。 文部科学省の女性研究者支援モデル事業に採択されている。この事業プログラムの一つ、次世代支援プログラムでは、東北大学の自然科学系大学院に所属する女学生によって組織されるサイエンスエンジェルが理系進学に興味を持つ女子高生や市民の自然科学研究に対する理解促進などを目的に学校やイベントで出張セミナーや講演を 行っている。東北大学教育ネットワークマザーズオープン、カレッジという子育て支援サイトを運営する機関。最先端の研究成果に基づいた育児情報や障害児支援情報を一般に提供するとともに育児の些細な疑問、質問にも対応してきた。厚生科学研究費補助金の援助を受けて制作、運営されていた。 同大学の原子力工学の三村人志教授の研究室が経済産業省が核兵器開発への関与の疑いがあるとして規制リストに掲載したイランの研究所ジャベル・イブン・ハヤーン研究所から留学生を受け入れた上使用済み核燃料の再処理についての研究の指導を行っていたことが2009年7月に発覚した経済産業省は同大学に対し 規制リストに掲載されていることを2006年7月に説明したものの、三村教授は説明会には出席しておらず、リストの存在をも知らなかったといい、規制についての説明後も指導を行っていたという。核開発への国際社会の風当たりが強い中、大学の対応が批判を受けている。同大学文学部文学研究科では、 2012年度より差し当たり3年間の予定で実践宗教学寄付講座を設置し臨床宗教試験集を推進してきたが宗教への中立性を求められる国公立大では異例の試みさらには国立大学が宗教活動を実践内し援助しているなど心のケアのあり方を問題視する見方もあるまた以前から社会活動や様々な国寄り添って 地道に活動してきた宗教者たちからすると、メディアで臨床宗教師だけが脚光を浴びることに違和感を感じるとの声もある。なお、当該講座は全日本仏教界の推薦団体、日本宗教連盟への講演団体として認定を受けており、さらなる寄付の申し込みを募るとともに、当初3年間だった設置期間を延長すべく努力した結果、2015年度から2年間の 講座延長が決定された。2007年7月に薬学部の助手の男性が、同大学病院の研究室から、投身自殺する事件が発生。男性は、東北大学大学院薬学研究科博士課程に在籍していたが、指導教授から助手として壊れ、排気も十分にできない環境で、生殖機能異常などの副作用がある抗がん剤の実験に従事しており、 もう子供はできないと友人に漏らしていたという。本来ならば、学位取得のための研究を優先すべきだが、実験機材の修理や実習指導に追われ、自殺前にはうつ病を発症していたと見られている。遺族側は2012年12月11日に、自殺した原因は可能であるとして、1億円の損害賠償を求める訴訟を仙台地方裁判所に起こした。その後、 東日本大震災による研究所全開を理由に2年以内の研究室閉鎖を大学から一方的に告げられ心のバランスを崩した准教授が2012年1月に自殺。同年10月過重労働の恣意的強制があったとして労災認定を受けた。これらの結果を受け2013年ブラック企業大賞ではノミネートされた企業発射のうち11%もの 得票率を得て、渡見グループに次ぐ2位となり、特別賞に入賞した。1976年3月25日、卒業式会場にヘルメットをかぶった過激派学生が乱入、壇上を占拠し、卒業式粉砕を訴えたが、式の開催を望む卒業生との間で乱闘騒ぎとなった。結果的に学長が避難したため告示は取りやめとなり、代理の学部長が、 各学部総代に卒業証書を授与しただけで、卒業式が終了することとなった。同大では、ハラスメント事案が続いた時期があり、2014年4月2日、大学院医学系研究科に所属する男性准教授が、図書館職員にクレームをつけて、土下座を強要したり、サービスカウンターを叩きながら、暴言を吐いたりといった行為を何度も繰り返したとして、4月1日付で、 定職1ヶ月の処分を発表した。その2日前には、大学院経済学研究科の男性講師が、研究会で知り合った他大学の女子大学院生を、飲食に誘い、気分が悪くなったという女子学生をホテルに連れて行って、わいせつな行為を働いたため、懲戒解雇になっている。また、東北大学大学院工学研究科、工学部では、 2014年2月28日に男性客員教授が職場の懇親会の席上で女性職員にセクハラ行為を働き2月27日付で停職6ヶ月に2015年3月には男子学生が女児の下半身を触った強制猥褻の疑いで逮捕7月には男子学生が合姦容疑で逮捕8月には 職員が窃盗の疑いで逮捕と不祥事が続出したことを受けて、工学部長の滝沢博種は、社会規範に反する行為、倫理観の欠如による行為は、残機の年に耐えないとして、非常事態宣言を発出した。2015年10月20日、総合技術部勤務の技術職員の万引き行為などが確認されたとして、懲戒処分を行ったと公表した。 2015年10月28日、工学部、工学研究科の事務員が上司と部下という優越的な立場を背景に複数の職員に対してのハラスメント行為があったとして懲戒処分を行ったと公表した。ありがとうございます。